1880は、シューベルトが作曲した6曲構成のピアノ曲集。1823年から1828年にかけて作曲され、28年に作品94として出版された。日本では多くの CM で採用され、広く知られている。特に第3番へ単調が名高い。現在用いられている表題はフランス語表記だが、初版のタイトルは、 シックス・モーメンズ・ミュージカルズだった。どちらも、シューベルト自身の発案かどうかは不明。モデラート、4分の3秒子3部形式。変化に富む曲調であり、装飾音が多く、演奏には、技術が必要である。両手三連符による、都長長の穏やかな中間部が、落ち着きのない主部との素晴らしい交代称をなす。アンダンティーの、八分の六秒子ロンド形式。 シチリアーノのリズムを基本としている。変異蝶々の穏やかな主部に、ええ、A、単調のエピソードが2度挿入されるが、2度目は突発的な劇場の爆発に始まり、非常に印象深い。シューベルトは、穏やかな曲にこうした劇場的な部分を挿入することが多い。アレグロモデラート、4分の2秒子、3部形式、6曲中最も知られている。 シューベルトの存命中から愛好され、エールリスとして有名であった。三部形式で、左手の単調な伴奏を背景に、右手が重厚な和音を歌う。NHK ラジオ放送、音楽の泉の主題曲としてもおなじみ。編曲次第では、ヤヒな感じを与える。映画、カルメン故郷に帰るでも用いられた。レオポルド・ゴドフスキーがこの曲をより複雑にした、編曲を残している。 また、上磐線岩木駅の発車メロディに採用されている。モデラート4分の2拍子3部形式。右手の無休動風の旋律を左手の単調な伴奏が支える構図である。しかし、スタックアウト奏法で右側ペダルを使わない箇所が多く、演奏には訓練が必要である。中間部は変に蝶々の伸びやかな部分。エンハーモニックな天調が多い。 アレグロビバーチェ、4分の2秒子、3部形式。更新曲風の進撃的な主題。途中は、転調が激しく戦場的に進行する。アレグレット、4分の3秒子、3部形式。落ち着いた、感想曲。エンハーモニックな転調が多い。中間部は、変異蝶々のユニゾン。速度指定はアレグレットであり、通常は5から6分の演奏時間であるが、 内田光子やリヒテルは大変遅いテンポで10分以上かけ、瞑想的に演奏している。ありがとうございます。